よし、おはようございます。エイス、エイス。こいつが今日からここに入門することになった幕の内一歩だ。よろしくお願いします。こいつが今日から出て何しやがんでこのじじい。いいから来い。おい、お前が連れてきたというからプロでもやれそうな新人かと期待してみれば。なんじゃあれは。お前の目は節穴か。のことやってみないと分かんねえじゃんかよ。おお、ずいぶんな自信だな。じゃあやろうか。マジか、ど素人だぞ。へえ、試合か。おめえがやるんだよ。冗談じゃないですよ。そんなの無理です。ジタバタするんじゃねえ。とりあえずどの程度か可能性を見せろってことだ。可能性って言ったってやるしかねえんだよ。あれ、やるしかない。帰るわけにはいかないんだ。ねえ、相手は。あれ、面白いことになってきたぜ。少しは落ち着いてきたか。いいか、ルールは本番と同じ4ラウンド。3ノックダウン制じゃ。3ノックダウン。1ラウンドに3回すっ転んだら負けってことだ。よし、1ラウンド目はとにかくガードを固めて耐えろ。何があっても腕下げんなよ。名付けて亀作戦。亀。ガードを固めて腕を下げない。ゴングで頭が真っ白になっておる。バカ野郎、何つったってんだ。なんだ、本当に素人なのか。バカ野郎、カメだよカメ。ガード上げろ。カメだ。バカタレが一歩立て。あのティールか。その後が分かんない。おお、はい。おお、少しは根性あるようじゃ。高村君が連れてきただけはありますか。おれ、両手を上げるんだ。いいか、忘れんなよ、カメだ。とにかくこのラウンドが終わるまでずっとガードを固めて耐えるんだ。はい。高村さんの言いつけ通りってとこか。甘い甘い。あ、バカタレ。アホ、ガード下げんなって言っただろうが。全然違いすぎま。終わりかの。葉っぱ10枚取った頑張りはどこ行ったんだ。そうだ、僕はボクサーになるんだ。おい、また立ち上がった。打たれ強いやつだな。ファイト。次で3度目だ。これで終わりだよ。すげえ連打。あれ聞くな。逃げろ、足を使え、足を。なんだそりゃ、もっとスマートにできねえのかよ。だって下げる、僕が頑張るんだ。しかしあれだけ連打して倒せねえのか。宮田って意外とパンチ力ねえんだな。終わった。何？嘘！こらえがった。
すごいですね。見ましたか、ボディ攻めて顔を狙うんですよ。それよりてめえ、なんでそんなに打たれ強いんだよ。まさか毎日いじめられてたからいくら打たれても平気だなんて言うんじゃねえだろうね。そうなのかな。いじめられてた時は体の痛みよりも自分が情けなくて、もうどうしようもないくらい辛かったけど、なんだか今はいくら殴られても頑張ろうって立ち上がれるんですよね。打ちどころ悪かったのか。そうかい、2ラウンド目からこっちも攻めるぞ。あ、ジャブ。そうだ、いけそうなら右も使え。はい。宮田、何やってんの。2ラウンドになっちまってんじゃねえか。手加減か。赤っ端かかせやがって。おい、様になってるじゃん。ハッタリだろ、ハッタリ。どうかな。まだまだ。入った。おお、ジャブを打ち取った。早い、素人じゃないのか。いいジャブ持ってるじゃない。だがこれ以上は。今だ、右。はい。あいつ。なんだよ今の大振りは。ちゃんとストレート教えただろうが。え？忘れたのか。初めてここでサンドバッグ叩いた時のことを思い出せ。あ。肩を内側に引いて脇を締めるのはジャブと同じで。まだ始まった。腕が重い。そろそろ腕が疲れてきてるはずだ。それじゃあ死ぬほど重いけどやめるわけにはいかないんだ。今だ。足、腰、肩。ガード、弾き飛ばした。いけ。もう一発。今のが入ってればな。こいつ結構やるじゃん。俺なら決める。2ラウンド終了間際の右ストレートは千載一遇のチャンスだった。あれを生かせなかったのは痛えぜ。宮田は二度とあんなミスを犯さねえ。ガードを上げて左から右、左、右。何？おお、今度はマンツーまで。恐れ入ったぜ。確かにすごいパワーだ。しかし覚えておくがいい、ボクシングにはこんな倒し方もあるんだ。顎をえぐられると頭蓋骨に浮いている脳が左右に振られ、一時的な機能障害に陥るんじゃ。なんだこれ。しかし見事に狙い通りに当てよっておる。立てないはずだ。立ち上がった。嘘だろ。なんで立てるんだ。今も。一歩立て。バカな。終わるもんか。ボクサーになるって決心したんだ。おい、あの状態でパンチが死んでもらう。倒れないぞ。生まれ変わるボクサーになるんだ。なんでだ、なんで倒れないんだ。倒れろよ。やった。
とボクサーになるんだ。おい、一歩一歩。ええ、気を失ってやがる。誰かバケツに水汲んでこい。あ、はい。お、俺も行ってやら。おい、ジジイ、見てたか。あれ、ジジイ。ほら、ジジイ、こんなとこに引っ込んでやがったな。てめえ最後まで見たんだろうな。あいつには見込みがないだと。明日から毎日通えと伝えろ。奴をも乗りしてやるわ。あいつのグローブも16オンスだった。それでもブロックした腕がこの通りだ。ボクシングってやつがとてつもなく面白く思えてきたよ。あ、そうだ負けちゃったんだ。いや、いい根性してるぜ。ナイスファイト。すげえよお前。頑張れよ。明日から通ってくんだな。会長がよ、合格だってよ。明日から通えってさ。え、みんな改めて紹介するぞ。新入門の幕の内一歩だ。合格、入門、今日から入門、入門することに、入門することになりました。よろしくお願いします。